今日はいっぱい買い物したね。疲れたね。やっぱ古着屋巡りは。なんだかんだね。歩き回っちゃったね。うん。よいしょ。よいしょ。ピヌ。ピヌ。ん？ピヌ、ピヌ。ピヌ、ピヌ？ピヌ、ピヌ、ピヌ。どうしたの？ピヌ、ピヌ、ピヌ。何？ピヌ、ピヌ、ピヌ、ピヌ。疲れてない？やん。ウェイ。いいだろう。やーやめてーや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 ー。え？おい、すみません、味噌塗ります、そこにも。はい。おい、寝たろ。ごめん、絶対ダメじゃない、最中に寝るって。じゃあ疲れてたじゃん。でもさ、バカみたいじゃん私が。全然バカみたいじゃん。やーんとか言ってたところをさ、かーじゃないんだよ。本当に別にマジで寝ようと思って寝たわけじゃないっていうか、全然その、私に魅力がなかったんでしょ。いやいや、サチの問題ではない。だってすごいタイミングだったじゃん。いや、ほんとサチは一切悪くない。もう俺の体力の問題。すごい恥ずかしかったんだけど。じゃあマジごめん。サチはほんとに100点。いや、200点だった。例えばさ、私がパフォーマーでさ、なんかマジックしてたのにさ、最前列で寝られたみたいな、そういう気持ちだよ。エレクトリカルパレードをさ、電球、バーってつけてすっごい光ってるものを目の前にして寝られたみたいな、その気持ち。めっちゃ嫌だよね。嫌だよ。マジごめん。いっぱい軽快なさ、音楽とか鳴ってるのにさ、寝られたんだよ。うん、マジごめん。てんてけてんてんてんてけ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 てかーだよ。いや、それは本当に、ミッキーも怒るよね、それは。うん。なんかさ、調子乗ってるみたいだから言うとくけどさ、別に私も、なんか元気なさそうだったから、いつもより多めにやーん出しときましたみたいなとこあるからね。ほんと、俺に気を使ってくれて、やーん。うん。そのさ、奉仕のヤーンをさ、ないがしろにしてるっていうところも罪だよ。ほんと、ヤーンに対してすごい失礼だなって、マジで反省してる。私の上で寝られるっていうのも、おい、また寝たろ。寝てない寝てない。寝るわけないじゃん。大丈夫か？おい、もう二度と私の上で寝ないで。私マットレスじゃないから。柔らかそうだからな、じゃないんだよ。ごめん。誰がテンピュールだってんだ。でもテンピュールとしてもほんと100点。もうそんなところ褒められても何も嬉しくないんだよ。ごめん、悔しがってる。なんで。じゃあいいよ。今日私がテンピュールになるからさ、抱き枕にしていいからね。ゆっくりお休み。よし。にゃー。あ、今の違う。うん。あ、ごめん。